東京都練馬区32歳女性みんみん。ももクロならモノノフ、うん、カトゥーンならハイフンっていうのかな。おう、カトゥーンなんでハイフンなの。ハイフンが入ってるからな。カトゥーンならハイフンなどファンの呼称がありますが、太田上田ファンにつけるとしたらどんな呼び名がいいと思いますか。太田チルドレン。俺は俺要素も入れるやん。カトゥーンはハイフン、ももクロモノノフ、タッキー&翼は安藤って言うんだ。安藤っていうの。安藤っていうの。タッキー&のそこ取ってんの。キスマイフットツーが俺足族。俺足族って呼んでんの。いやもうファンでよくねえ。そしたら、アラシックね。アラシックシック病気アラシック、あ、サヨナライオンみたいなもんかこれ。スピッツブリーダー。いや別に君らが君らが育てたわけじゃねえだろスピッツを。ブリーダー江頭さんが頭のおかしいやつら。違う、え、あ、江頭2時50分のファンが頭岡なのか。頭おかしいやつ。みんなおかしいじゃねえかじゃあ。まあでも多分あれだろうね、この太田上田っていう人、田んぼが2つつくじゃん、そこが多分ポイントになるんじゃない。でんでんとかいるじゃねえか。でんたたたたたた、うん、たん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 いいんじゃない。たんたんかわいいじゃん。たたね、あ、たんたんに、たんたんいいだじゃねえ、いいじゃん、たんたんかわいい。いや俺らもそういうちょっとかわいらしい要素を入れていかないと今後の時代にもうね乗り遅れっから。たんたん、俺らはたんたんだな、俺らのファンは。なんだったらもう俺たち自身もタンタン。でもなんかもうちょっとうまい具合になんか言葉見つかりそうだけどね。太いと上みたいな。どこがうまいこと言ったんだよ。上の方が太い。なあ、どこがうまいこと言ったんだよ。亀出しじゃねえよ。亀って言っちゃう。亀って言ってんのあんたが勝手に言ってるだけであって、俺に亀の覚えはない。俺自身には。でも太い上だよ。言えるかじゃん自分ね。俺らのねさ、太田上田ファンですっていう人が、あ、すいませんですって言えるか。まあそう、街中で我々に会った時に。いや言えないから、だからあれじゃない、やっぱりキノコ族とかさ。いやいや、だからなんでじゃキノコ族なんだってなった時に説明しなきゃいけないじゃん。いや太田上田のね、王と上を取って上が太いっていうのほらキッじゃない。でもキッ言えないじゃない、だからキノコ族ねって。いやもうめんどくさいのよ、もうその説明も。で大っぴらにできないし。だってそれめんどくさいよ、みんな説明さ。でもあれ1行ぐらいで済んでるじゃん。タッキー&翼は安藤のとこって安藤って言うんですよとか、それぐらいで済むじゃんか。俺らの場合、太田上田のね、王と上を取って、ね、上が太いっていうのはキッじゃないですか、みたいな。そもそもキッじゃないですか、もおかしい、ね、説明として。いやいや、他にもあるだろうっていう話だからね。松茸族。いや、だからそれも、いや、一回離れるよ、そっから。ドビムシとか。いや、なんで、もうドビムシになると。カボス、カボス。え、カボス。いや、なんで、そうか。松茸。いや、だから、いいよ。松茸から離れろ、つってんの、俺は。で、タンタン、タンタン、デンデン。なんで、デンデンかタンタン。デンデンは嫌だ。ね、デンデンいるもんだ。キノコ族の方が嫌だよ。可愛いじゃん、キノコ族。なんか、可愛くない由来を聞かれなければまだ可愛いけどさ。そう、由来こういうとこでできないじゃん。アラシとシックでアラシックみたいなことをさ。タートルズ。いやだからカメから来てんだ。どうしてもそこの要素を入れたいか。なあ、らしいじゃん。だって上田、太田上田らしい、ちょっとひねってこう。いや、なんちょっとひねって下ネタがらしいって、あのね、ごめんもうあんな下ネタでらしいのはあんただけだからね。俺さほど下ネタも言わないし。カメだし。何、違う、カメって決めてんのはあんたが決めてるだけで、俺が自ら名乗ってないんだカメって。なんかでもうまいことできないかな。一回離れなよ、そのカメから。
太田上田のファンって大体どういう人たちなんだろうね。そこが確かに見えてこない、見えてこないよね。いや確かになんかあんま若い女の子っていうイメージないんだよね。ないない。この間も、スケボーの大会ちょっと見に行ったのよ。あの X ゲームっていうね。そこにあのプロの、まあ、解説者の方がいて、あ、太田上田見させてもらってますみたいな。まあ、だからやっぱおっさんがなんか多い感じなんだよね。なんか見てますとかって言ってくれるのって。確かにね。じゃあなんおっさんずイレブンか。そしたら。なんでイレブン？いや、わかんない。イレブンいらないだろ別に。11人しかいないのか。11人いれば十分だな、もう俺たちなんて。なんかないかな。こう特徴がやっぱりミーシャ知らずとか。俺だけじゃんか。そうするとそのでファンがミーシャ知らずではないじゃん。俺がミーシャ知らずだよって。ね。マッシュルーマー。なんでマッシュルームがそもそも出てくんのかって言ってんの俺は。だからだからいやだからそれを一回外せっつってんのバク何でもいいやもう出ないね。どうでもええわ。出ないね。いいのなこれっていうのは出ないね、うん、ファンの方でいいよファンのワン風とか古いな